どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、楽天リーベイツで、JAL の国際航空券にね対して 10% のね、還元額が来てますんで、本日ですねこちらを、解説ねしていきたいと思います。楽天リーベイツっていうのは、まあ、これ何なのかっていうと、この楽天リーベイツっていうのは楽天が運営しているねポイントサイトっていう風になってまして、まあ、案件はね基本的にはですね購入する案件がある、ポイントサイトなんですけども、まあ、親会社がね、まあ、楽天が運営されているっていうことで、ポイントサイトのね、知名度ってまあやはりねそこまでまだ私の動画でね、まあ、結構紹介させていただいてますし、まあ、利用してる人もね、まあ、いるはいるんですけども、やはり知名度はやっぱりまだ低いんですよね。楽天がね運営しているってなるとやはり安心感もありますよねっていう感じで、まあ、楽天リーベイツっていうのは、まあ、楽天が運営しているね、ポイントサイトなんですよね。この楽天リーベイツのですねすごいいいところですね、ポイントバック保証っていうのがあるんですよね。ポイントサイトを利用していてね、ポイント、まあ、実際に購入しているにもかかわらず、まあ、ポイントがね、まあ、入らないっていうことがね、まあ、結構あるんですよね。まあ、普通のポイントサイトでも、お問い合わせみたいな感じでね、問い合わせて、まあ、調査してもらうみたいな感じでね、まあ、利用するんですけども、この楽天の場合はですね、ポイントバック保証制度っていうものがありまして、まあ、実際に利用して、まあ、仮にポイントがね、つかなかった場合でも、まあ、楽天がね保証してくれるっていう制度があるんですよね。おすすめなポイントですよね。やはりこれも安心感の一つでもありますよね。で、利用方法はねすごい簡単で、もうこの楽天リーベイツっていうのをねアクセスしていただいて、経由して、まあ、商品を購入するだけなんですよね。まあ、今回のこの JAL の国際線の場合は、まあ、ここを経由して、JAL の国際線を発券するっていう感じなんですよね。楽天リーベイツのアカウントもですね、楽天の、楽天市場のね ID とかあれば簡単に作れます。で、今回のこの JAL の国際線 10% 還元の、今回の、ねまあ、注意事項、まあそんなに、ね、難しいものではないんですよね。本当に経由して、まあ、購入するだけなんですけども、まあ、いくつか、ね、注意事項がありますので、まあ、そちら、ね、解説していきたいと思います。対象路線は、国際線の予約、ポイントバックに含まれるものなんですけども、運賃のみが対象っていうことになっておりまして、国際線、まあ、予約すると、燃油サーチャージとかね、税金とか一緒に含まれて請求されると思うんですけども、まあ、そちらのね燃油サーチャージとか所税は、まあ、対象外っていう風になっております。次にですね、運賃種別なんですけども、フレックスは全てのクラスで対象外っていう風になってますんで、この点も覚えておいてください。で、次にね、支払い方法なんですけども、航空券の支払いにコンビニ払いとかね、銀行振込とかありますよね。まあ、そちらは、対象外。プラス、eJAL ポイントっていうのを使った分は、対象外っていうふうになります。で、もちろんね、特典航空券のね、利用も対象外っていうふうになりますんで、この点はね、注意しておいていただけたらなと思います。で、1回の購入で、まあ、複数回とかね、複数の人数分をね、利用した場合も1カウントっていう風になってしまいますんで、もしねグループとかで、利用する際はですね、ちょっと、手間なんですけども、毎回ね楽天リーベイツを通して、購入する必要があるっていう感じになるんですよね。本当にね注意事項はこんなもんで、結構ね簡単にまあ利用できると思うんですけども、一応ねこの点だけ注意して今回のこの JAL 10% 還元ね受けていただきたいなと思います。いやーこれすごいですよね。1万円の航空券まあ利用したら、まあ、1000円返ってくるわけですからね。これすごいですよね。で、この利用した、まあ、ポイントバックなんですけども、楽天スーパーポイントで返ってきます。ですので、まあ、楽天市場で使うのもいいですし、ANA マイルにね、まあ、半分にはなってしまいますけども、ANA マイルにね、交換することもできるんですよね。JAL も ANA もね、利用するっていう方はね、かなりいいですよね。まあ、もちろん楽天市場でね、利用されても、まあ、実店舗でね、利用されても OK なんですけどね、ANA マイルにね、ポイント交換でできるっていうのはね、非常にいいですよね。次にですね、今この楽天リーベイツっていうのは、初回入会キャンペーンっていうのをね、やっていて、アカウントをね作って、3000円以上ね利用すると、500ポイントがもらえます。まあ、こちらは、楽天スーパーポイントでもらえるんですけども、これも本当に アカウント作成して、利用する、まあ、3000円以上利用したら、まあ、そのままね500ポイントもらえますんで、これもねぜひ、利用していただけたらなと思います。
次にですね、今言ったねキャンペーンとは別に今ねスーパーセールのね連動企画ということで、さらにねキャンペーンもう一個一緒にやってるんですよね。でこちらは楽天ポイント 20% 還元キャンペーンで、ポイント獲得、最大はね、300ポイントっていうことで、まあ、かなりねポイント数は少ないんですけども、まあ、もらえないよりかはねもらっといた方がいいかなと思いますので、ぜひね利用してみてください。でこちらのキャンペーンはエントリーが必要になっておりますので、確実にねエントリーするようにしてください。楽天リーベイツはですね、Android と iPhone のね両方とものアプリがあるんですけども、 iPhone のアプリはねそのままエントリーができるんですけども、残念ながら Android スマートフォンのねアプリからエントリーができないので、もしね、Android の方は Web でエントリーをねするようにしてくださいね。次に条件ですね、エントリー完了後、3月11日1時59分までに、1万円以上の利用で、20% 還元っていう風になります。で、こちらね税金とか送料とかねポイントクーポンとかねそういうのは全部別にして1万円以上っていう風になります。こちらね複数回利用することもできますんで、まあ、合計で、まあ、300ポイントまでね利用できるっていう風なキャンペーンになっております。で、扶養時期はですね、5月15日っていう風になっておりますんで、2ヶ月ちょっとぐらいのね、後に扶養されるっていう感じになります。でこちらのね、ポイントはですね300ポイントは、期間限定ポイントっていうね期間が決まったポイントで付与されますんで、こちらのポイントはね残念ながら ANA マイルでね交換できませんので、まあ楽天市場とかでね、まあ、利用するっていう感じになりますかね。いかがだったでしょうか。楽天リーベイツ経由でね JAL の国際線の、購入でね 10% 還元ね受けられますんで、このね楽天リーベイツっていうのはこの JAL の国際線 10% とかね、それ以外にも、マリオットボンボイのホテルのね 10% 還元なんかもねたまにあったりしますんで、個人的にはねかなりおすすめです。私のチャンネルでもですね楽天リーベイツね、まあ、JAL の国際線とか、マリオットボンボイのね 10% 還元とかがね、来てる際には私の動画でねまた紹介させていただこうと思ってますんで、定期的にチェックしていただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。